夏インナー最強決定戦ワークマンアクティブインナー半袖シャツとイオンブリーズ土台半袖丸首シャツの徹底比較です。暑い、30度を超える日が当たり前になってきました。今回は暑い日でもインナーに1枚着込むと、さらっとした肌触りでベタつきを抑えるドライレイヤーがワークマンにありましたので、こちらを紹介したいと思います。もうフィールドコアアクティブインナー半袖シャツ980円税込みです。素材はポリエステル 50% ポリプロピレン 50% です。ポリプロピレンという素材は水分を外に逃がす性質が強く、ポリエステルは水分を素早く吸収し乾かしていくという構造で、肌に直接触れる部分をサラサラに保つという機能性を持ってます。こういった形で逃がしていくような構造です。他にも、ストレッチとですね UV カット95ということで高機能が売りですね。同じく肌をねドライに保つということで、イオンでですね取り扱いのあるアズさんのブリーズドライ半袖丸首シャツ、税込み1100円です。こちらも素材はポリエステル 75% ポリプロピレン 25% となります。機能性はワークマンと同様にサラサラ感を保つという点と、インナーのですね温度上昇を抑えるという点で遮熱です。メッシュの目がですね比較的大きいので、多少の伸縮性もあります。はい、では両者の生地の違いを見ていきましょう。ワークマンはですねメッシュというよりも細かいドットといった感じですね。その分ですね透け感が絞られるので1枚でも着れる感じです。ブリーズドライの方は直径1ミリほどのですね穴が無数に入っているのでやはりですね涼しいです。シルエットはこういった感じでタイトめなのでワンサイズ大きめで選ばれてもいいかと思います。こちらブリーズドライですけど、こちらもやっぱりタイトめなんでね、ワンサイズ大きめで選ばれてもいいかと思います。ドライレイヤーのですね意外な活用法、おしゃれ着のインナーに着る、おしゃれ着おしゃれ T シャツ、ブランドものの T シャツ、今回ですね紹介したドライレイヤー中に1枚着込むと汗じみが軽減できます。ぜひお試しください。はい、じゃあまとめです。どっちが涼しくて快適かというとやはりブリーズドライです。メッシュが大きくてすごく涼しいですね。ただワークマンの方はまだドライレイヤー出たばかりなので、来年ちょっとさらなるバージョンアップで改良してね化けるかもしれません。はい、こちらの夏インナー最強決定戦、こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。